Good morning. おはようラジオ。9月30日金曜日です。本田正則のおはようラジオ。広島家族の皆さん、おはようございます。本田正則です。今のね、あのユーミンの特番ですかね、スポット聞いてで、ぜひそのスピーカーで大切な人と一緒にっていう呼びかけだったじゃない。あー、そうだよね。ラジオをスピーカーで、まあ聞くんだけど、あの複数で聞くことはないよねって思いましたね。車の中、まあ大勢で聞く場合はあるかもしれないけどね。そうですよね。ところがやっぱりその、何十年か前になると、例えばあの日曜日になるとサテライトナンバーを家族で聞いてゲラゲラ笑ってたりね、下ネタでお袋が顔しかめたりってことがあったわけですよ。お茶の間っていうのがあったのよ。今はラジオもテレビもお茶の間がなくなって、子ですよね、個人の子、になりましたですよね。時代の流れかもしれませんけど、今一度それをね、ラジオという古いメディアで、取り戻して、その一瞬でもいいからね、感じてもらいたいという思いがございます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。さて本日をもちまして、37年間在職いたしました RCC 中国放送をめでたく定年で退職いたしまして、明日からはフリーランスというとかっこいいんですけども、裸です。裸一貫です。はい、不安いっぱい、希望、あの不安半分期待半分っていう、まあ不安7対希望期待3ぐらいかな、8-2かもしれないです、ひょっとしたらね。今のところそんな感じなんですけどもですね、はい。あのマトリックスという映画をたまたまこの間見たんですけども、その仮想現実の世界に人間が囚われているのがマトリックスの世界ですね。とすると、まあそれはその、私は明日からマトリックスから解き放たれてザイオンの住民になるのかと、いうことですね。まあフリーになるというのはそういうことなのかな。で、一方でお粥みたいなやつ毎日すすって暮らさなきゃいけないのか、ボロ着なきゃいけないのかなと思ったりもするんですけれども、その辺は働きしたいと思います。引き続き皆様よろしくお願いいたします。まあ本当、もう語るとキリがないのでもうこのぐらいしますけど、嬉しいのはやっぱりいろんな方から励ましのメッセージをいただいたりね、これからもよろしくと言ってくださったりですね。今朝いつも通り朝刊チェックしておりましたら、なんかあの人の声がするわけですよね。この時間におかしいな、6時前よ。そしたらですね、その人がまたあのスタジオに現れ、体がでっかいんですよ。色が日焼けして黒いんですよ。カープの広瀬淳コーチがですね、まあ、わざわざウォーキングかなんかの途中でしょうね、顔出してくれましてね、お疲れ様でした、これからもよろしく言うてくれましてですね、嬉しいですよね。本当そういう友人にも恵まれましたしですね。あとね、ラジオネームラブリーさん、いつも聞いてくださってありがとうございます。お祝いとして我が家の新米を送りますので、たくさんあの取れたての新米をですね、発泡スチロールの保冷も施してね、送ってくださいましてありがとうございました。はい、その他いろいろ、あのあとね、昨日の放送終了して、坂上俊二アナウンサーがね、あのウイスキーぶら下げてあの挨拶に来てくれたりとかね、まあ本当にね、あの家族的な田舎の放送局のいい会社ですよ本当に。ぜひこれからその就職を希望されている方、放送局を考えの若い方いらっしゃいます、ぜひあの弊社を受験していただきますように、お願いいたします。弊社と言えるのを今日まででございます。はい、明日から御社になります。今日もよろしくお願いします。それではチクとお便りたくさんにありがとうございますね。こちらは、食い蝶のタンちゃんですね。食い蝶のタンちゃんはありがとうございましたね。あのケーキを送ってございまして、誕生日に、最後の一かけを今朝食べました。はい、バタークリームケーキ、シャンボールさんのアデーション美味しかった、また買いに行こう。ちなみにケーキ屋シャンボール、三原ですよね、11月創業60周年迎えるんですよとのことです。はい、ありがとうございました。ぬめりたにさん、女性です。私は高校生の頃、新人の本田さんを見て、この方は RCC を背負って立つ人気アナウンサーになるに違いないと思ったことをとてもよく覚えています。外しましたね、違うか。自分の目に違いなかったと思っていたある日、息子の通う幼稚園に本田さんのお姿が、長女さんと偶然同じ園に通っていたらしく、プロによる運動会の実況まで聞かせていただき、本当に良い記念になりました。やったやったやった、西区の健診幼稚園ね、はい、楽しかったですね。はい、そうですか。それからラジオネーム、
こちらは夕春ママですね。朝起きて私が一番にすることは RCC ラジオをつけることです。朝の支度をしながら、投稿の準備をしながら、朝ごはんを食べながら、嬉しいですね。毎朝当たり前にあった聞き慣れた声は我が家の生活に欠かせないものでした。引き続きよろしくお願いします。こちらこそでございます。ありがとうございます。はい。それからね、もうどんどんいきますね。こちらはですね、ラジオネーム、これはどなたですか。あ、とんでもジョッキー。思えば本田さんと初めて直接お会いしたのが高校の時、サテライトの後番組ニンニキ日曜500で、はい、懐かしいな。でこの日が RCC テレビ、 RCC のテレビスタジオから公開生放送の日だったと記憶しありました。はい。何らかの理由で、当時のエディオン、デオデオか、デオデオ こうあの6階サテライトスタジオが使えないことがあったんですよ。それでその時何、どこを使ったかというとテレビスタジオを使ったんですね。大勢来てくださいました。あの中にいたんですね。懐かしいな。以来本田の永遠の兄貴と勝手に思っています。私はその後年を重ね、現在では車の中は仕事場、タクシーのドライバーさんだったですよね。来月からフリーとして引き続きおはようラジオを担当されますが、一日のリズムを作るような放送よろしくお願いします。頑張ります。はい。高校生の今では絶対できないですが、何でもジョッキーの生放送をたまに見に行っており、その時も本田さんに言われて、あの頃はねセキュリティゆるゆるだったんですよ。で本当にね、一般のリスナーの方が受付に、すいません見学に来ましたつって、あどうぞって入ってきて、でスタジオにソファーが置いてあって、そこで座ってずっと座って見てくれてるんですよね。本当に今じゃ考えられんですよね。でこっちもそうしたもんだと思ってたから、別に全然違和感はなく、はい。日常はありましたですね。最初にね、だから僕が会社にあって最初に担当したのが、10月に、昭和60年の10月にですね、あの平日の、夜の、まあ、ラジオのナイター編成が終わった後ですので、ね、その後自社制作の音楽番組があったんだけど、それをやりました。はい。わけわかんなくてね、2時間喋れ、1人アシスタントがつくんだけど、アシスタントの子も女子大生なわけですよね。初めての経験だ、初めての経験が2人ですよ。もうあうあう言ったの覚えてますね。悪夢だったです、あの2時間は。ひどいもん出しちゃったなと思って、ただね、これそれでそのこれちょっと向いてねえなと思ったんですね、私その仕事は。ところがやっぱある日、これはでもしょうがないと、もうあのそれまで原稿を用意したり、いっぱいがんあの資料を用意したりしてたんですよ。でもうやめたと思って、もういいわどうにもなれと思ったらうまくいったのね。あ、そうなんだ、それでいいんだと思って、だいぶ気が楽になって、ひょっとしたらこれで食えるかもしれないと思いましたね。はい。で以来30数年でございますけれども、はい、あの時はもうほんと油汗もんだったですね。はい。たくさんお便りご紹介、来ております。ありがとうございます。またご紹介しますね。本田正則のおはようラジオ、お便りいきますね。ありがとうございます。たくさんに白いやもめ。定年より1年早いのですが、私も今日会社員生活が最後です。おお、そうですか。ちょっと早めにね、早期退職ですか。自分で決めたことですが少し寂しいです。そうだよね。ちなみに私明日から無職です。あ、どうされてんでしょうかね。はい。いろいろお考えがあられると思いますけど、うまくいくことを願っております。それから、こちらはですね、ラジオネームひらひらですね。10年ほど前、僕は社会人になったばかりの頃、通勤中に何気なくつけたラジオでおはようラジオを聞いたのがラジオにはまるきっかけでした。ああそうだったんだ。以来ラジオの便利さと楽しさを教えてもらってきましたとのことです。引き続きよろしくでございますね。それからラジオネーム大輔、あら北海道旭川、ありがとうございます。もう寒いっしょねえ。毎朝7時から本田さんの声を聞き、ホットコーヒーを飲みながら事務所で仕事をする1時間は僕にとって至福のひとときです。朝早いんですね、出勤がね。10月からも担当を変わらずされるということで安心していますとのこと。ありがとうございます。それからこちらはですね、ラジオネーム背番号31カークランド、ヨウザン氏ですね。阪神タイガース、ぐぐっとなんか近づいてきましたですね、 CS が。はいね。本田さん明日からフリーになるということは、他の民放や天下の日本放送協会に出演されるということですね。楽しみです。あ、なるほどね。一応あのここでその恩義っていうものがありますので、ね、37年も飯食わしてもらった恩義っていうのがありますんでね、まあ、ケースバイケースということで、これからは金で動きます。
はい、もうそらもうそらもう頼まれればいただくもいただいたら六甲おろしだって歌いますよ私は本当に、平気で魂を売りますから、次ラジオネームのっぴさん、午前様様を聞く流れでおはようラジオを聞くようになりまだ数ヶ月ですか、毎朝楽しく聞いてもありがとうございます。明日からフリーランスとのこと、私もフリーランスで働いています。何でも自分で検討決断前進するのは怖さを感じることもありますが毎日楽しいですよ。あ、そうなんだ。いや、そこはそこのとこちょっと不安なんですけどね。私来週からのラジオも楽しみにしております。一区切りお疲れ様でした。一番不安なのはやっぱりね、あの税金の処理ですね。あの申告ちゃんとできるかなと思ってとりあえず税理士さんとか言って今のところ頼まず自分でできるだろうと思って自分でバンバンしようと思ってるんです。はい、人の力もいろんな人に意見を聞きながらですね、それからですね、ムーミン3号は三原市からですね、引き続き続投されるということでこれからは何歳まで続けられるかというのにトライしてみるというのはいかがでしょうか。浜村淳さんに負けるなと、まあ、生島さんがもう70になられるのかな。生島博さんは一つの目標だ。まあ柏村さんがあた78ってあの声ですよ本当に。うん、ちょっともうああなると一つ、まあ、怪物ですよね。だからその変わらぬ声、生島博、柏村武明、あと松下健二ですね、この3人はやっぱ僕の中で怪物ですね。もう全然変わってないから声綺麗なままでね。年取るとねかすれてきて高い声出なくなるんですよ。それがやっぱりありますもんね。いやちょっと あれは人あの声ああいう風にあそこまで声維持したいなとは思っております。はい、この時間の状況は以上です。田下さん、はい、はい、田下さん僕が入社した時からもうすでに、そうなんですよ、ですよね、あの茂野さんと田下さんともう一方、名前を思い出せない3人いらっしゃってね、良源さんか座本か、座本さん、そう、はい、その3人だったんですよ。あ、そうなんですね、ですよね、はい、まあ、本当に、まあ、引き続きお世話になりますけど僕は、ね、田下さんに、ね、一番迷惑かけちゃったのが、はい、あのこのフェーダーっていうスイッチ上げたままあの眠いもんだが大あくびして田下さんがその一瞬黙ったっていうことがありましたす覚えてます、そんなことがありましたっけありましたよそれね。あ、これいけんなと思って。あ、そうだったですかね。そうなんです、まあ、いろいろ失礼を申しましたがいやいやとんでもないんです。引き続きよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。日本道路交通情報センター田下さんでした。次の交通情報は9時48分頃お伝えします。この曲を選んでみました。まあ、あの別に私が途方に暮れてるわけじゃないんですけど、まあ、途方に暮れなくもないんですけれどもいい曲ですよね、はい。じゃあ時間の限りお便りいきますね。ラジオネーム、スズメコの遠足、還暦定年おめでとうございます。本田さん定年されても RCC でアルバイトをされるそうですが、あのアルバイト違います。一応あのこれなりわいですので、はい、アルバイトもいろいろしたいと思いますよもちろんね。と言えるものをですね、まあ、しゃべることが中心でございますよね、はい。引き続きご愛顧ください。こちらはラジオネーム、美北のセレガーラ、初投稿おめでとう、ありがとうございます。男性ですね、小原から。その昔正則京子の土曜日だの番組で リクエスト答えていただきました。懐かしいな、あれまだ独身の頃です。私が三十何年前ですよね。中川京子さんって方と2人でやった土曜日の午前中の番組でございますよ。マママンですね、就職試験のため一人旅に出た高校3年生の長男、今週に入り内定通知書届きました。あ、よかったですね、おめでとうございます。はい、長男が小さい頃から長男の内容のメールを読んでいただき、お子さんの話がね多かったですよね、はい。もうそんなになったのね、社会の荒波に揉まれ揉まれ揉まれまくって心と技術の成長をしてくれと願いますとのこと。それからラジオネーム白島ドームさんは、おー、滋賀県は大津市から、ありがとうございます。来週からも本田さんの声が聞けるのは嬉しいです。これからは局の垣根を飛び越えてますますご活躍されることをお祈りしています。ぜひ関西でも拝見できるのだから、そこはもう金の匂いがするところに行きますよ。関西で六甲おろし歌うよ、歌わないって。それから、こちらはですね、ラジオネームタイアユママさんですね。毎朝聞きながら家事をして仕事へ向かうのがルーティンです。気がつけば亡くなった父も朝からあおはようラジオ聞いていたなって思います。若かった私は朝からうるさいなと思っていました今
今は朝からラジオつけないと無理です。あの歴代のもう長い50来年50年になるんだそうでね、おはようラジオもですね、一つの節目になりますけれども、歴代のパーソナリティがいまして、やっぱ僕がその一番聞いてたのは、まあ、深夜テラ放送聞いた頃、それからその徹夜して受験勉強した頃ですよね。朝になるとそのおはようラジオが始まるわけです、 RC ラジオ、橋本正明さんとそれから遠石博さんが2人で担当してらっしゃいましたですね、はい。それがやっぱり自分の中で の、まあ、ルーティンだったので、で携帯ラジオ持ってって、授業中こそこそと何でもジョッキー聞いてましたもんね。クッと笑いをこう噛み殺しながら聞いてましたよね。それぐらい RC ラジオにやっぱあの若い頃は聞いてたもんで、でまさかこう自分がですね37年その同じ会社で働いてラジオのマイクの前を預かるということができるとは本当に思いませんでした。ありがとうございました。皆様に本当に感謝いたします。また引き続きフリーとして活躍します。今後ともよろしくお願いします。本長さのりでした。